奈良市出身大相撲の徳勝龍の引退が発表されました。3年前の初場所では幕内で最も下位の番付、幕尻から奈良県出身の力士として98年ぶりの優勝を果たし、県内も大いに沸きましたよね。一躍時の人となりましたよね。町の人からはねぎらいの声も聞かれました。徳勝龍は奈良市出身の37歳、3年前令和2年の初場所で前頭17枚目の幕尻ながら初優勝を果たしました。幕尻の優勝は20年ぶり、奈良県出身の力士としては98年ぶりの快挙でした。しかしその後は番付を下げて東の幕下37枚目で迎えたこの秋場所は初日から休場していました。日本相撲協会は今日付で徳勝龍が現役を引退し年寄名跡の千田川を襲名することを理事会で承認したと発表しました。優勝されましたよね、きっとね。あの時がやっぱ最高の天候だったので楽しませていただきましたので、あのご苦労様でしたっていうぐらい残念ですけどね、優勝したしね、1回ね、最近はずっと負け越してると思いますので、いつかは引退すると思いますけどね。感動したみたいな、もし思い出があれば。最後の優勝のね、インタビューで、私なんか優勝してもいいんですかというような言い方されたんでね、いい弟子さん、お弟子をね、これから育ててもらいたいなと思ってますけど。徳勝龍のここまでの歩みをまとめました。徳勝龍は幼い頃から大柄で、幼稚園の頃から柔道をしていました。小学4年生の時に相撲の大会に出たことがきっかけで相撲を始め、中学生になって大阪の相撲道場に通い始めました。その後、アマチュア相撲の強豪、近畿大学を経て大相撲へ。平成21年初場所で初土俵を踏み、当初のしこ名は名字の青木でした。その年に序ノ口で優勝するなど将来が期待されました。これからもっと稽古して、頑張りたいです。その後も着々と番付を上げ、平成25年名古屋場所で新入幕を果たしました。気合の表情で新入幕が勝ち越しを決めました。徳勝龍に大きな注目が集まったのが令和2年の初場所。幕内で最も下位の幕尻ながら、ただ一人1敗を守って千秋楽を迎えました。ついにここまでの努力が33歳花開く時が来たのかどうか。幕尻力士の優勝は20年ぶり、奈良県出身力士の優勝は98年ぶりのことでした。八角理事長から授与されました。自分なんかが優勝していいんでしょうか。奈良県出身の力士ということで言いますと、なんと幕内の最高優勝は98年ぶり、大変な快挙ですね。大変なことをやってしまいました。地元奈良市では祝賀パレードも。三条通りの商店街には大勢の人が詰めかけました。次の春場所では自己最高位の前頭2枚目まで番付を上げました。しかしその後は成績が振るわず、徐々に番付を下げ、3場所続けての幕下となった今場所は初日から休場していました。徳勝龍の母校橿原市の紅葉中学校です。これはあの当時の写真です。生徒会の役員としてあの徳勝龍関を写っています。
相撲の同好会に入り、生徒会活動にも熱心に取り組んでいたということです。まだまだこれからが本当の人生だと思うので、優勝の時もそうだけど、ほんまに大きな花を咲かせてほしいなっていうふうに思うし、近くに行けはったらまた寄っていただけたらないいかなと思います。10年余りにわたって徳勝龍の後援会会長を務めてきた石津光一さんです。昨日の夕方、本人から引退の連絡が電話であったということです。落ち着いた明るい声でしたよ。あの時の頑張った時の気持ちを忘れないようにしてね、指導者の立場で諦めない、夢を失わない人間作りをも目指して頑張ってくださいって言いたいですな。改めてね、優勝という功績、大きいものですし、はい、この人柄もまたね、人々を引きつけるものでしたよね。そうです、謙虚な姿勢が印象的でしたよね。いや、本当にお疲れ様でした。県教育委員会は来年度から部活動などへの支援を重点的に行うスポーツ文